の時、このゲームが始まった時に私たちの前に現れた。ああ、こいつを知っているのか。どうもこのゲームのラストのボスとして用意されていたものらしいんだが。まあ君たちにとっては本当にこれがラストバトルなわけだし、ちょうどいいじゃないか。さあ、何もすることのできない中でにじり寄る死の恐怖に怯えながらゆっくりとお休み。全身が恐怖で支配されているのかな、それとも絶望で埋め尽くされているのかな。ああ、どうせなら今のキリト君の感情データも記録しておくべきだった。分かっただろ、これがこの世界の支配者の力というものだ。君たちは長い時間をかけて必死にレベルを上げたんだろうけど、スーパーアカウントの前では無力だったね。どんなにリアルに作り込まれていても所詮この世界はただのデータの集まりだ。どれだけ時間をかけようが犠牲を払おうが、管理者つまり神にはどうあがいてもかなうはずがないんだよ。以上もの間無駄な努力をしたようだね、ご苦労様。何？
鍛錬しろだと、ふざけるな。さっきはなぜ麻痺の効果が消えたのかわからんが、今度はそうはいかないからな。一度ここにいる連中の状態をリセット、それから再度状態を麻痺に設定。これでどうだ。残念だったね、キリト君。やはりスーパーアカウントにはかなうはずがないんだよ。さて、せっかく用意したボスのアバターが倒されてしまったな。やはり大事なことは自分でやらなくてはダメか。あんなものに任せた僕が悪かった。これはね、スーパーアカウントのみが扱える特殊武器の中でもとりわけ面白い一品なんだよ。なんと、人差しでどんなに HP がある相手だろうが確実に HP をゼロにする。しかも一瞬ではなく徐々にじわじわとだ。素晴らしいだろう。自分の HP が徐々にゼロになるというのはどんな気分なんだろうね。ぜひ教えてほしいな、キリト君。その体と魂が砕け散る寸前に僕にだけでいいから。これでお前もおしまいだ。ダメ！こいつ。もう終わりだよ。邪魔をするな。こうなったら。なぜウィンドウが出ないんだ。無駄だよ、もらっちゃった。
お前が何かしたのか？キリト、大丈夫だよ。こんなやつ、大したことない。私がいるから。お前ら、近寄るんじゃない！何が近寄るなだ！散々好き勝手にしやがって！麻痺させられた礼をしないとな。このゲームが終わるまで、お前にはおとなしくしててもらうぞ。解毒も効かないわ。あの武器についていた状態異常が何なのかわからないと手のつけようがない。しかできないよう制限をかけられたプログラムだったの。その間いろいろな人を見てきたよ。絶望で泣き叫ぶ人、恐怖に怯える人、怒りで震える人。キリトたちが
75層で戦っている時もずっとモニタリングしていたんだ。だけどその時急に目の前が真っ暗になって、気がついたらこの世界の中に一人で立っていたの。それからしばらくは記憶もおかしくて、私の本来の目的も忘れてしまっていて、でも唯一キリトのことは覚えていて、それで私はキリトのことを探したんだ。その後、次第に記憶が戻ってきて、私はこの世界のプログラムとしての役割を思い出したの。それはこの世界の崩壊を阻止しなくてはいけないということ。そう、でも私には阻止することができなかった。でもね、できなくてよかった。キリト、みんな今までありがとうね。Thank you.